ジョージ・スミス・パットン・シニアは、アメリカ合衆国及びアメリカ連合国の軍人。南北戦争中には、アメリカ連合国陸軍の将校として戦った。最終階級は大佐。第二次世界大戦の英雄としてその名を知られる、ジョージ・スミス・パットン・ジュニア将軍の祖父。1833年、地元政治家ジョン・ M ・パットンの息子として、バージニア州フレデリックスバーグにて生を受け、 少年期はリッチモンドで過ごした。1852年にはバージニア州立軍事学校を12位の席次で卒業。その後はチャールストンにてホームに関する教育を受ける。1855年、スーザン・ソーントング・ラッセルと結婚。南北戦争勃発時、パットンは連合国陸軍に参加していた第22、バージニア不評連隊に所属する隊員の一人だった。 1861年7月17日のスカリークリークの戦いでは肩を負傷している。1864年9月25日、オペクオンの戦い、または第3次、ウィンチェスターの戦いとして知られる戦闘の最中、ジョージ・スミス・パットンは戦死した。遺体はウィンチェスターのストーンウォール墓地に埋葬された。この直前、連合国議会では、 パットン大佐を順序に昇進させることを決定していたが、彼の戦死により正式な昇進は行われなかった。彼の兄弟の多くも連合国のために戦った。例えば、ジョージ・パットン大佐の弟にあたるワラー・パットン中佐も、バージニア州立軍事学校の卒業生で、1863年にゲティスバーグで戦死している。ジョージ・パットンには4人の息子がいた。そのうちの1人。 ジョージ・ウィリアム・パットンは1877年にバージニア州立軍事学校を卒業したものの、軍人の道は選ばずに実業家や政治家として活動した。しかし、彼の息子、ジョージ・スミス・パットン・ジュニアは陸軍将校となり、後に第二次世界大戦の英雄としてその名を知られて行くこととなる。ありがとうございます。